はいどうもおめちゃんねるです今日はですね、久しぶりにマリオットグループのですね、限定プロモーション、ターゲットプロモーションについてですね、お話ししていこうかなというふうに思います。先日ですね、8月18日とかね、19日ぐらいからですね、対象者限定としたターゲットオファーがですね、もう届いてきていると話も聞いておりまして、こちらのターゲットオファーっていうのはですね、まあ、過去実績で言うとですね、宿泊実績が2倍になったりとかですね、2滞在、もしくはね、3滞在することで、 2万2500ポイント最大でいただくことができたりとか、まあ、宿泊するポイントが2倍になったりとか、まあ、対象者だけが、ねえー、享受できるサービス特典ではあるんですけれどもそういったねあなただけのオファーですよって届いた方にだけですね適用になるプロモーションでございましてそういったねプロモーションを受け取られた方結構いらっしゃるんでしょうかね。 まああのー、まだね、全然受け取ったことないっていう方も結構ねあの、いらっしゃるみたいなので、今日はね、そちらのマリオットボンボイのターゲットプロモーションについてね、お話ししていこうかなというふうに思います。私の動画ね、初めてご覧になる方、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報などを発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速ね、本題入っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。ということでですね。マリオットのターゲットプロモーションということでございますけど、私の方にもね、メール来てるんですよ。えー、どんなプロモーションかっていうとですね、こんな感じなんですけれども、マリオットボンボイアカウント最新情報、スペシャルオファー、特典などということでですね、島田様の8月のオファーということでですね、はい。新しい季節が始まる前に自分を充電するステーケーションを突破、とか。 あとはですね、目的を持って楽しむということで、一流のフィットネス機器からお好きなブランドのスポーツ用品までアクティブに楽しむためのアイテムにポイントを交換しませんかとか。はい、ということでね、まあ、完全にね、ターゲットプロモーションと呼ばれるような内容はね、残念なことに来ておりません。私自身はですね、一度たりともね、ターゲットオファー、えー、限定オファーっていうのを受け取ったことがなくてですね、 受け取られた方のね、ツイッターなど見ると、やっぱり羨ましいなっていうふうに思ってます。で、私ね、今年につきましてはね、マリオットさんの宿泊実績っていうのはまだまだね、足りていなくてですね、ぜひね、逆にあの、宿泊実績が2倍になるね、特典、オファーをいただきたいな、ずっと思ってたんですけど、残念なことに来ておりませんという感じです。まあ、さて、あとね、もう半年切りましたけど、今年どうやってね、 えー、ある程度の宿泊実績をやっていこうかなというふうにね、今ちょっと作戦会議をね、してるところなんですけど、まあいろんなね、ツイッターだったりとか皆さんのね、情報を聞く限り、今回ね、来てるオファーにつきましては、宿泊実績がね、2倍になるオファーが、これがね、まあ、多分最長でも10月末ぐらいまでっていう感じなんでしょうかね、えー、来てる方もいらっしゃったりとか、あとはですね、やっぱり週末にね、宿泊していただくことによって、ポイントが2倍になったりとか、まあ、単純にね、宿泊していただいた 実績のポイントがですね、2倍になったりとか、まあそういったプロモーションはね、今見えてきてるという感じなんですけど、それ以外のね、オファーを受け取ったよっていう方いらっしゃれば、ぜひね、コメント欄から教えていただけると嬉しいです。まあ大体このぐらいなのかなというところですね。まあ大きなところで言うとやっぱりね、エディットナイトクレジット2倍っていうことでね、宿泊実績が2倍になるプロモーションがやっぱり 当たりなのかなっていう感じはしますけどね。まあでもね、皆さん結構やっぱり宿泊実績もね、すでにある程度達成されている方がね、周りでは非常に多くてですね、もう宿泊実績じゃなくていいっていう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうには思いますけど、私はね、もう喉から手が出るほど宿泊実績が今欲しいところでございます。はい。で、こちらのですね、マリオットの限定プロモーション、ターゲットプロモーションにつきましては、基本的にはですね、 優勝での宿泊が対象となりますので、えー、ポイント宿泊だったりとかっていうのはね、基本的には対象外ということになります。あくまでもですね、優勝で宿泊していただいた場合に、宿泊実績が2倍になったりとか、その優勝での宿泊のポイントですね、これが2倍になったりとかっていうことになりますので、そこはね、お返しいただきたくないなっていうふうに思います。原則、ターゲットプロモーションは優勝での宿泊が対象ということをね、皆さんご承知を聞いただければと思います。まだね、来てない方、私も含めて来てない方ね、あの、次回来た次にはね、 ポイント資格しようとかじゃなくて優勝での宿泊ということでね考えていただければなというふうに思います。ツイッターなどでもですね,、まあ、ちょっとねマリオットのアプリの、ね、ちょっと変更がありましてアプリ開いていただいて右上の、ね、歯車を押していただくとこんな画面が出るんですけれども。 こちらはね、オファーとプロモーションっていうね、欄ができてまして、今ね、オフになっている方多いと思います。これオンにしていただいてね、次回からね、えー、通知が来るように設定していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。これをね、今オフにしてるから、今回限定プロモーションが来なかったということではなくてですね、こちらのオフの状態でも限定プロモーションを受け取られてる方いらっしゃいますので、もしね、今ご自身が何かターゲットプロモーションにね、対象になっているのかっていうのを調べたい場合につきましては、 概要欄の方に、プロモーションセントラルの URL 貼っておきますので、そちらを飛んでいただいて、ご自身のアカウントにログインしていただくことでですね、プロモーションオファーのを確認していただくことができますので、まだね、チェックしてないよという方は、ぜひそちらの方でチェックしていただければなというふうに思います。まあ、マリオットさんね、Q1 プロモーションがね、もう数ヶ月前に終わってですね、今ちょっと鳴りを潜めているという状況でですね、今どちらかというと IHG さんだったりとか、ヒルトンさんだったりとか、アコーさんがね、 いろんなポイント2倍、3倍だったりとかですね、まあ、プロモーションを打っているような状況で、まあ、マリオットさんは比較的ね、おとなしいのかなという感じですね、まあ、ホテル自体でですね、えー、2万ポイントもらえるプランがあったりとかですね、あの5万ポイントもらえるプランとかっていうことでね、えー、盛り上げてた傾向はあったのかなとは思いますけれども、マリオットボンボイとしてのですねプロモーションっていうのは、今までねちょっと何を潜めてたかなというふうに思ってますけど、このタイミングでですね、プロモーション 限定とは言ってもですね、ターゲットプロモーションが出てきているという形でございますので、もうね、まもなく Q3 という、まあ、第3四半期ぐらいに当たるところになりますので、この Q3 プロモーションだったりとか、年末に向けてですね、QO プロモーションだったりとかですね、まあ、どんなのが、ね、出てくるのかって非常にね、楽しみではございますけどね、はい、皆さんどんなプロモーションがね、来たら嬉しいでしょうか。まあ、私はねとにかく やっぱり宿泊実績がね、欲しいかなというふうに思います。まあ残念なことでね、今回私はこのターゲットプロモーションでは届いてないような状況ですけれども、届いた方はぜひね、有効活用していただいてですね、ぜひマリオットグループのホテルさんにね、泊まっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。いやー、私もね、来たらどんどん予約入れたいなと思ってましたけどね。はい。ということでですね、まあ今回はね、こちらのマリオットグループ、マリオットボンボイのですね、ターゲットオファー、ターゲットプロモーションのね、通知がね、続々 届いてる方が出てきてるということでですね、まあ、動画撮らせていただきまして、ちょっと羨ましいなと思いながら私もね、動画撮らせていただいております。 まだね、こちらチェックしてない方は、先ほど申し上げた通りですね、プロモーションセントラルの URL、飛んでいただいてチェック、ね、していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタン、コメントね、気軽に残してい,ていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、ツイッター、LINE、インスタグラムやってますし URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。 冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビュー、航空機搭乗レビュー、旅に関する有益な情報を発信させていただいております。情報の見逃し、取り流しないように、ですねぜひチャンネル登録、ベルマークのね通知ボタンを押していただいて、次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。